皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は11月の1日、水曜日になります。お題がこちら。大幅上昇スタート。超注目の決算。5名柄ということで話をしていきます。まず、大幅上昇というのが、日経平均株価2.41%の上昇で、742.8円の上昇で、これ、高値引けなんですね。 いやー強いな、という、もうその一言に尽きるんですけども、そして、昨日決算出した銘柄かなり多くて、超注目って言われるのが、まあ皆さんご存知、レーザーテック、アドバンテスト。 ソシオネクスト、トヨタ、ファナック、器用度も高いし、大型だし、注目度も高いというような5銘柄をちょっと並べてみました。そして、指数の売買戦略、冷やしの一目、金、好表とアレサえを使いまして、えー、今日の大幅上昇でどこに来たのかっていうのをね、確認していきたいと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で、終わったばかりの日本株の振り返り、毎営業日夕方5時で入れていきます。必ず毎営業日やっております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速、今日の終わりに、ね、確認していきましょう。 まず日経平均株価なんですが742.8円高値引けとなっておりますトピックスの方が上昇率は高く2.53%こちらも高値にかなり近い終値となってますすごい上がってるねって言い切りたいところではあるんですがどうしたのマザーズみたいなそんな状況でございます0.97%のマイナスねえ今日ちょっとさすがに説明がつかないねなんていう意見を <laughs> 見ましたね 金利が上昇したとか、グロースが売られてるとか、そういうことでもないのに、なんでこんなに弱いんだっていう、ただ、まあ、マザーズが敬遠されてるっていうだけなんじゃないかっていう、特に理由もなく下げてるんじゃないかっていうことですね。値上がりの銘柄数が206ということで、まあ、ほぼ全面的に上げてるような状況ですが、まあ、やはり決算絡むと、まず変動が大きいというところは言えるのかなと思います。 業種別ランキング見ていただきますと、これちょっと異常値出てますね。面白いんでそのまま見ていきたいと思うんですが、トヨタが決算後上昇してるからでしょうか。輸送機器がトップですね。そして変動がまた大きい。まあ、ほぼ全業種で上げている。下げてるのは空運、JAL の決算とかも出てましたからね。であとまあ、銀行が上がってるか下がってるかなんとも言えません。<laughs> マイナス100になってっからね。全銀行破綻したんですかって状態になってますけども。まあ、ひとまずこれは後で確認したいと思います。で、気になるのは為替なんですよね。<laughs> 昨日 あ、為替介入してなかったっていうニュースが出たんですよね。財務省のデータで。で、そこからも、円安がさらに進行して15、151円台に乗せて、その結果何が起こったかっていうと、今日神田財務官がスタンバイ OK だと、為替介入含めスタンバイ OK だと、いつでもやれるぞというような、さらに一個強めたね、発言を出してきたんですが、まあまだ未だに151円にいて、まあそこをどうなるのか、為替介入近々あるのか、ここは注目かなと思います。で 今夜 FMC があるのにもかかわらず、日経金よくここまでね、変われ続けたなという印象でございます。FMC 今夜出ますからね、ここも注目しておきましょう。バイバイ大金着していきましょう。トップが相変わらず、レーザーテック。いや、今日はなかなかいつもより多いですよね。1.5倍、そこまでいかないかな。それぐらいはあるということです。で、2位にトヨタ。やっぱりトヨタもね、決算出してきて、ザラバの決算でしたけども、非常にやっぱ注目度は高かったんじゃないかなと思います。一方で、全部が良かったわけで、 なないアドバンテスト訴訟ネクスト大幅安なんですね。この決算内容っていうのも確認していきたいと思います。そして、まあ、ファナックだけは売買代金ちょっと下の方ですけども、機用度が高いので、チェックしていきたいと思ってます。グロース見ていきます。グロースなんですが、カバーが相変わらずトップなんですけども、こちらはプラスなんですが、主力どころ、例えば GNI、サンウェルズ、あとはベースフード。 インフォリッチこの辺、ビジュナルもそうですけども、なんかやっぱ調子が悪いなっていう感じがありますし、で、大幅安ってわけでもないんで、やっぱ銘柄と銘柄数ですごく下げてるんだろうなっていう印象はあります。それでは、個別銘柄を見ていきましょう。まず、レーザーテックです。終わりには7.84%のプラス、かなり強いということになりました。 んで、言葉が、拡強高とあります。今回が19決算なんですね。18%増益で着地ということです。一応この数字をまず確認していきたいと思います。19決算で、前年同期比売上高83.9。強いですね。これは強いな。えー、営業益が20.8ということです。ね、この見出し、売上にしたら、もっとインパクトありそうですけどもね。でも、紙機の進捗率出してなくて、予想を出してないからですかね。 通ででるとどううしょうかね前期比とこの前年同期比を比べると、まあ、かなり調子が良さそうだってことがわかると思いますやっぱ PR 高いんですが、まあ、これだけの売り上げを見せられるとちょっとインパクトはあるんじゃないですかねで他のニュースの見出しを見てみますと 大幅反発。第一四半期は、市場想定戦の着地で開安新刊とありますね。売上は超えてんじゃないですかね。どうですかね。活況高、売買代金は全場取引時間中に3000億円到達ということですから、まあ、あとはやっぱ流動性が支えてるっていうのもありますよね。チャート見ていきたいと思います。えー、レーザーテックの冷やしチャートですが、ちょうど、まあ、大幅上昇して、空売り溜まってで、そこから25日線まで調整が入って、 押し目聞いてる感じでの、まあ、決算超えて大幅上昇ということになりました。まだこの高値、ザラバ高値超えてないんで、超えてくるとね、かなり強いということになりそうです。今の信用倍率が一点三八倍なので、まあ、そこそこ信用売りも多いというところですが、まあ、今は信用買いの方が上回ってきたってところですから、需給はね、そろそろ、まあ、かなり拮抗してきたって形で見ておいた方がいいかなというふうに思いますが、まあ、これが今、やっぱり盛り上がっていると。 いうことは一言で言えるところなんじゃないかなと思います。ただ、だから半導体がいいかっていうと、やっぱりそうではなかったって形ですね。アドバンテストは業績の下方修正ということになりました。ここだとちょっと数字が分かりづらいので、はい、アドバンテストの決算内容なんですが、今回は第二四半期の発表です。売上高マイナス20.8%、営業益59.9%のマイナスです。 そして、下方修正の幅なんですが、通期予想でマイナス2.1%売上を下方修正。営業益はマイナス23.8%ということで、まあこれを完全に嫌気したという形になってます。3ヶ月ごとの推移を見てもやっぱり業績はかなり低迷してるなという印象がありまして、まあ素直にこの下方修正を大幅安として織り込んできたという形です。下方修正なのでこれだけ株価が下がってきても PR はまだ44倍あります。で、過去6ヶ月間の平均、チャ 見ると41.67倍ということですから、それでもまだ割高ゾーンにいるってことですね。で、この下落で200日移動平均線をついに割り込んできたということになりました。7月から下落に転じてだいぶ下げてきましたね。 高いところでは5,593円。今日の安値は3,500円というところです。そして200日移動平均線も割れてきて、それでいてまだ44倍の PR ですから、ちょっとまだ厳しい状態が続くのかなと思いますし、実際に業績はネガティブですからね。ちょっと厳しい感じはしますね。そしてもう一つ、ソシオネクストですね。 こっちは下方修正ではなく情報修正なんですが、コンセンサス水準に届かないということでした。実際に数字で確認していきたいと思います。はい。えー、ソシオネクストの実績です。第2四半期なんですが、売上高前年同期比で41.3%、営業益78.6%増ということですから、かなりインパクトはありますね。 そして、対通期進捗率も非常に高いということになりました。で、情報修正はどれぐらいしてきたのかっていうと、通期でプラス7%、営業益でプラス28.9%。 でこの前年同期比に対して予想はどんな形になったかっていうと前期比プラス11%プラス33.6%ですからやっぱりちょっと見劣りする感じですかねこれだけ実績出てるんだからもっと修正してもいいんじゃないっていうか、まあ、コンセンサスはもっと上だったっていうシンプルにそういう話なんだと思いますまた3ヶ月ごとの業績推移見ても3ヶ月前とは売上や利益が少なくなってるところも少しだけ気にはなるかなと思いますただこの結果で 6.52%の下落ですから、まあ、かなり厳しい結果ですよね。チャート見ていきたいと思います。冷やしちゃうとこんな形になりました。さっきのアドバンテスト同様で、まあこのソショネクストの高値は6月ですけども、ここがまず行き過ぎたっていうのはあるんでしょうね。そして、えー、75日線の攻防が終わって200日線のサポート が聞かなくななななくりそうなそううんなチャートに今日はなっていいるということこですねただ分割もあるっていうことですから今後少し流動性は高まる可能性はあると思うし十分にこう材料としてね TSMC とかの協業とかもありますのでだいぶ先の話でしたけどもまあそういったところがいずれ業績に寄与してくるようなタイミングではまたね一つ注目される銘柄になるんじゃないかなとは思いますが現状この決算でこの PR でも大幅安ということになっております。 続いて、トヨタ見ていきましょう。これは場中の今日の決算ということになりました。で、5場一段高ってことなんですが、これが14時19分のニュースです。内容としましては、純利益、前期比61%上の3兆9500億円に増額修正ということですから、あの、ある程度、やっぱ為替がこれだけ円安に触れてましたから、 情報修正は必ずするだろうということだったんですね。で、ちゃんと情報修正してきたということです。で、ここに今期の為替レートがこれも修正されましたよって書いてありますけども、125円から141円に修正されていて、でも先ほど あの為替介入がががスタンバイだ、OK、だととといいうう話をしまししまままたがそここにに対しては10円ほどまだ差があるということになります介入入ったらねどうなるのかわからないんですけどもそして、まあ、通期通して平均でどんなものになるのかっていうのがすごく大事なんですがまあでもやっぱりまだまだ円安水準であるってことは業績は上振れ期待が持てるというところにはなりますので、まあ、そこを交換した形になったんではないでしょうか そして、まあ、自社株買い配当金も、まあ、実施するということですから、まあ、ひとまず求められているものには応えしっかりと情報修正もできたという形なのかもしれません今日の日中の動き確認しておきたいと思います 決算発表を行ったのは13時55分に発表になってます。13時55分頃なんですけども、この14時の手前ですね。ここで一段グッと上げたっていう形です。ただその前に事前に上がっていたので、決算の反応で4%上げたんではなくって、まあ3%、4%パーぐらい上がっていたもので一旦グッと一段上げて、でも結局はほぼ同じぐらいでっていう形だなというふうには思っています。チャート見ていきたいと思います。 冷やしちゃとなんですけども、このような形になりました。9月以降の、この高値からの調整というところで見ていくと、9月、10月4日の安値、ね、10月12日の高値、ここまではまあ、加工トレンドになるかもなってところだったんですが、10月31の安値が10月4日の安値を割れていません。そして11月1日、今日の動きが、ザラバベースですが、 10月12月日の高値を超えてきてきるんです、ね、まあひとまず25日線の上にいるっていう点もそうですし下降トレンドにはならなかったというふうに今は見れるんじゃないでしょうか、まあ、今後の動きまずしっかりと見ていきたいと思います現状 PR まだ10倍割れですよね信用倍率が5.65倍少し需給的には重たい感じはしますのでそこだけ注意しつつ直近高値を明確に終わり値ベースで超えてくるかどうかそして9月20日の高値に届くかどうかこの辺が注目のポイントになるのかなと思います 最後にファナック見ていきたいと思いますファナックなんですが終値4.19%こちらも大きな上昇となっております通期業績小幅情報修正で過度な警戒感後退ということですねまあファナック含めて結構こういった株が今回決算を通過した後に売られる傾向ってあったので、まあ、そこで警戒を高めていた警戒されていたっていうところだと思うんですけども、まあ、ひとまず情報修正をしてきた実績ベースではマイナス4.2マイナス29.7という数字 数字になりましたが。 実際には従来予想との差でもプラスですし、そしてさらに小幅ですが情報修正してきたってところは、株価にとってはポジティブだったんでしょうね。ある程度株価にもうり込まれてきたっていうところになってますので、まあそれでも前年同期比はマイナスなのでね、えー、評価はなかなか難しいところではあるんですが、株価は今日は4.19%の上昇になっております。冷やしチャートで確認していきましょう。はい、このような形になってます。ファナックはもう6月に天井を打ってそこからガクガクガク がクッと崩れてきてきいたんで,す、ね、で、まあ直近がもう本当に安値っていう形でしたが、今日反発をしました。ただ、 このチャートを見る限りは陰線をつけていて25日線の上から始まってザラバでまたいで、えー、陰線で25日線の下にいます。まだ流れが上昇に転じたっていう感じのチャートではないかなと思いますね。で、PR が今のところ33.57倍が平均で31.7倍なんですけども、これすごい高い期間を含むのでちょっと参考になりにくいなというふうには思いますね。 信用倍率も14.95倍ということで非常に高いので、ちょっとまだ心配なチャート。決算自体はね、情報修正、そして下げていたものの反発というところではありますが、因線であるとか受給であるっていう点では、ちょっとまだね、加工トレンドなのかなというふうに思わせるチャートになっております。それでは、指数の売買戦略を見ていきたいと思います。はい。日経金株価になりますが、これ、いいサインが2つ出てるかな。1つは、基準線を超えてるところですね。 そしてもう一つは下の幕にゴールデンクロスが出てますね。非常にこれ強いサインだと思います。で、この週までの新葉山見てて、すごく受給重たいなと思っていたんですけども、そこを超えてきてますし、あとはこの辺で見た時の直近高値、この辺ですよね。を完全に超えてます。えー、チャートは期待できるチャートだと思います。ただ、まあやっぱりビッグイベント控えてますので、それを超えてどうなるのかっていうところと、 介入スタンバイって言われて実際介入が起きた時の反応っていうのはね、ちょっと怖いなっていうふうには思います。まあドル円のチャートとかも含めて見ていく必要があるなと思いますね。トピックス見ていきましょう。これも強いですね。まずマック D のゴールデンクロス、もっとしっかり出てますね。基準線もはっきりと超えてきてますね。ただ、まあ、ここ数日間は雲が分厚いということですから、今週はあと1日ということになりますけども、 で、来週のこの11月の10日あたりですかね。この辺で雲がねじれてくるっていう形ですね。まあ、なんか動きの変化があるかもしれないというところになります。で、このギャップアップ。ここの窓が埋まるか埋まらないかみたいな、そういう話が今後出てくるかもしれないので、そこだけ注意していただきたいんですが、まあ、かなりいいチャートに見えますね。ただ、マザーズどうしたのっていう。ここまで違いが出るともう分析のしようがないっていう形ですね。で、明日が、残念ながら、マザーズ指数が最後、 の日というふうになるわけですね。さらばマザーズというタイトルにしようかな。わからないですけども。で、えー、この要線続いてね、今日の日本株のこの流れ、昨日、ラッセルとかも上がってましたから、いや、マザーズも続進するでしょうと。まあ、アクリーゴールデンクロス来るでしょうと、ね。昨日の中では思ってたんですけど、いやー、一筋縄ではいかない。やっぱ、根深いですね。このマザーズに振りこか,かる闇っていうのは根深いなと思います。 アメリカ株チェックしていきましょう。ニューヨークダウ続促進して0.38%。下髭長い要線という形です。今日もう一回上昇してほしいですね。転換線超えてくるかっていうところになります。日本株よりもまだアメリカ株の方が弱いですね。完全にね。マックリーのゴールデンクロス期待できるかなというところなので、今日促進を望みます。こちら S&P500 です。要線2本続きました。マックリー上向きです。ただダウよりももうちょっと上に行かないと、 ゴールデンクロスも出なければ転換線も超えないっていうようなチャートに見えます。それがナスタックだともうちょっとっていう感じですかね。<laughs> さらにもうちょっとっていう形になっていて。で、ラッセルは <laughs>。 もうちょっとのもうちょっとみたいな感じですかね。<laughs> 最後までは遠いなと、まだ下向きだなと、まだ油断できないなっていうチャートが、ネイサンド P、ナスダック、ラッセル、上から順番に続いてきたっていう形です。加工トレンドが継続してるっていうのが、まあ、一番確率が高いと思います。ただ、まあ、FOMC のようなイベントでは、まあ、そういったファンダメンタルズによって、こうテクニカルのね、抵抗しやすい、確率が高いみたいなものを、一番ブレイクしやすいイベントでもあります。 一方、まあ、下に触れやすいイベントでもあるということですから、まあ、どんな結果が出て、どんな反応になるのかっていうのはね、改めて確認していきたいと思います。はい、ということで今日は、すごく注目銘面からの決算が多かったんですよね。まあでも、上がってるもの、上がってるもの、上がってるもの、下がってるもの、下がってるもの。まあやっぱ、決算反応っていうのは本当難しいなというふうにも思いますし、下方修正と情報修正とかね、うん、いい決算、悪い決算、でも株価反応は違う。 とかもう本当に難しいに尽きるんですけどもでも一つ一つをじっくり見ていくと、まあ、やっぱりその期待がまず先行していたものであるとか逆にものすごい売られていたものっていうもの その前、事前の状態によってもね、だいぶや決算反応って異なりますからね、そこをじっくり見ていきたいなというふうに思います。では、今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしてますとか言いながら、金曜日って祝日なんですね。かなり今焦ってる状態でございます。で、今週はですね、ハードオフをもう一回だけ分析したいなと思ってます。過去に一度だけ分析をしたことがあるんですが、まあ、ここに来て、チャートがちょっとこう、 怪しいなって形にはなってるんですが、今、やっぱリユースの波が来てるというのはまあ少し前にあって、それがまだ続いているかどうかっていうのをね、ちょっと改めて確認したいなというふうに思ってます。ちょっと他の中古リユース、少し崩れてるところもあったりするので、ハードオフはどうなんだっていうところね、まだチャートの崩れたって感じはなかったので、チェックしておきたいなというふうに思いました。結構ね、お気に入りに入れてる方も多かったと思います。そして えー、この新化版エクセル株投資講座、昨日開催しました。でアーカイブ動画はアセットには完成しますっていうのが昨日の話だったんですが、今日の朝にメールで参加者には送ってます。今から申し込むことできなくなってるんですけども、参加者の方必ず確認していただければと思います。また、この新化版エクセル株投資を今後やるかどうかはわかんないんですが、まあ、同じくオンラインの、またリアルの、ね、セミナー開催というのはやっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。 ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で更新していきますので明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。